小学6年と中学3年を対象にした全国学力テストが行われ道内では7万8 0人が受験しています全国学力テストは児童や生徒の学力などを把握する目的で小学6年と中学3年を対象に文部科学省が毎年行っています 道内では公立のすべての小学校中学校1538校に通うおよそ7万8 0人が国語と算数または数学理科を受験していますまた今日は評価のテストのほか学習意欲や生活実態などに関する学習状況調査も行われます文部科学省は7月下旬をめどに都道府県別の結果を公表する予定です なお、昨年度、北海道はすべての学年と教科で全国平均を下回っていました。